なちゃん。はい、皆さんこんにちは、やむです。今回もね、引き続き浴衣なんですけど、前回のメビウスファイナルファンタジーガチャで引いたんですけどね、新しいジョブ出たんですけど、追加されたやつがね、出なかったので、ちょっともう一回、夏だからね、挑戦したいなと思います。イベント中にね、やっぱり新しいのも出しておきたいので、普通の大召喚、カード大召喚、普通のやつじゃなくて、期間限定のイベントのブースト大召喚っていうのをね、やっていきたいと思います。はい、もうこの時点では決まってるのかな。緊張します。さあ、どうだ。いやね、新しいやつ欲しいんです。どうせ育てるなら強いやつ育てたいし。いきます。えい。あ、新しいの来た。レプラコーン、かわいい。召喚のみで、大地の神殿を築くために汗を流す働き者の精霊、アースフォース。土エレメントのみ出現。お、土エレメントを欲しい。土エレメント重視のパーティーの時とかは一緒にね、入れとくといいやつですね。エレメント2で出現だからいいね。お、かぶりかぶり。お、新しいメフィストフェレス、かっこいい。なにこれ、ドラゴン、かっこいい。人の野心を愛しながらも最後に裏切る悪魔なひどい悪魔なんだ。ドラゴンとかじゃなかった。ウィンドソード、風だね。風属性の単体攻撃です。お、また新しいの、かわいい。カーバンクル、妖精。傷ついた旅人を救いに現れ癒してくれる幻獣です。アビリティはリージェネ、一定ターン HP が少しずつ回復します。リジェネ持ちは初めてかも。これ以外にもいるのかな。初めて来ました。そして、あ、黒魔導士、新しいやつじゃないけど強いやつ来た。いいじゃないですか、黒魔導士。魔導士初めてだ、やった。ほう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 。エレメントは水、風、土。あ、この組み合わせも初めてかも。バイオブラスター、全体攻撃。猛毒の霧を浴びせ毒ダメージを与えます。毒持ち、いいじゃないですか。魔導士は基本でついてる、その最初からついてる見習いみたいなやつしかなかったので、剣士とね、レンジャーしか持ってないので、ね、初めて育てがいのある魔導士がやってきました、私のところへ。やったねーやったしかもね、これ強いって、その初めのね、最初からあるジョブの中では強いって聞いてる強いって聞いてるのでいいじゃない、いいじゃないやったね。いやー、でも新しいのが来ないじゃないですか新しいやつあとちょっとあるから普通に引いてみよう。500でね、引けるから。ジョブカードはね、やっぱ欲しい新しいやつ。でも黒魔導士、あ、アビリティカードだけど、黒魔導士来たからね。あ、また新しいの来た。デュランダル。なんか、下半身はセクシー。主を亡くした、剣に意志が宿った闘争の化身です。風属性、ウィンドブラスト、範囲攻撃。なるほど。ラストかな。
新しいの欲しい。くー、あ、アビリティカード、でもなんだろう、あ、また新しいシルドラ、水だ。水と土を生み出す水属性アイスバースト全体攻撃、水属性の水属性の全体攻撃。見えなかった。でも攻撃力240って結構強いよね。へえ、なるほど、そんな感じか。ジョブカードは1体だったけど、いやでも暗黒騎士、暗黒騎士じゃない、あの黒魔導士、黒魔導士来たから。いいことにしましょう。ということで、今回も引き続き、ミミスファイナルファンタジーガチャを、大召喚やっていきました。新しいジョブ狙いだったんですけど、新しいジョブがね、一体も出ないっていう、なかなか残念ですが、でも強い魔導士が初めてジョブカードで来たので、あとアビリティカードもね、なかなか、持ってないやつが何体も来たので、育てていきたいなと。ちょっと激戦してね、強いやつは育てていきたいなと思います。第3章までね、解放されたんで、まだね、カウントしてないんで、ちょっと頑張って進めていきたいなと思います。ということで、ガチャ最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。気に入っていただけた方はチャンネル登録もぜひぜひしてみてください。チャンネル登録しますとね、更新の通知がいきますので、そちらぜひぜひチェックしてください。ガチャね。ガチャね、出ないよね。狙ってやりすぎるとダメなのかな。いや、浴衣でね、前回に引き続きで2000人突破、チャンネル登録者数が2000人を突破したので、ありがとうございます。記念で、浴衣でね、お送りしたんですけども、ね、浴衣パワーは、ちょっとだけ発揮されました。狙い通りではなかったけど、ちょっとだけ発揮されました。ということで、みんなね、暑いけどね、熱中症とかね、気をつけてね。夏を楽しんでね。ということで、あむちゃんでした。また次回もお楽しみに。